金大一光介石坂康二の金大一光介シリーズ病院坂の首くくりの家病院坂の首くくりの家は1979年5月26日に公開された日本映画横溝正史作による同名の長編推理小説の映画化作品である制作は東宝映画配給は東宝監督は市川根主演は石坂康二 市川、石坂の映画版シリーズ第5作で、リメイク版、犬神家の一族を除いて、最後の作品となった。原作の舞台は、東京、高輪であるが、映画では舞台を、奈良県吉野に移しているほか、原作のように、一旦迷宮入りはせず、事件発生から解決までが、滑らかに流れるように物語が改められ、事件の展開も犯罪者たちも、原作と異なっている。 制作決定時に、東方が病院坂の坂のロケ地を募集したが、最終的に東方から10分くらいの場所にある病院坂をロケ地と決定した。また、吉野とされる街並みは、伊賀、上野の車坂周辺でロケ撮影したものである。出演者のうち、小林昭治、草笛、三子、三木の平、大滝修二は石坂、加藤と共に、 シリーズ5作連続出演を達成した。ヒロインを演じた桜田純子は、アイドル歌手としてのデビューから6年を経ていたが、本作では充実した演技を見せている。また、石坂はシリーズで初めてクレジットが止めに回り、トップは佐久間良子となった。その代わり石坂のタイトルには、近大地公介と唯一役名が併記されている。横溝正史自身が冒頭と、 ラストに推理作家役で登場し、石坂と草刈りが複雑すぎる、家系図を前に漫才風に探索する場面など、シリーズを総括するセルフパロディ、エッセイ映画の側面も強い。シリーズ全体の最後でもある、ラストシーンは、作家庭の明るいリビングに一度を打ち揃っての、寒暖で、また紅茶家という横溝の妻に対するぼやきで、締めくくられる。ある日、 吉野市の先生のところへ名探偵、金田一光介が訪ねてくる。そこで、金田一はしばらく旅に出るつもりであることを告げる。パスポートの写真を撮るために、先生が進める写真館へ赴く金田一。そこから事件が始まる。写真館を訪れた金田一にその写真館の主人、本城徳兵衛は殺されそうになったので調査してほしいと依頼する。 金大地が写真を撮ったその日、女性が写真館を訪れる。その女性は結婚写真を撮りたいのである場所に夜来てほしいと告げ、消えていった。そのある場所とは、他に正式な名前がありながら、ある時から病院坂と呼ばれるようになった場所にある、誰もが空き家と考えていた家であった。その日の夜、男が写真館を訪れ、その廃屋とも呼べる場所で写真を撮る。 そして写真が出来上がる日、廃屋を再び訪れた写真屋の若主人、直吉は、風鈴のように吊り下げられたその男の生首を発見することとなる。警察では、捜査本部が設けられ、轟き警部の指揮の下捜査が開始される。写真に写り、殺されていた男は、山内敏夫で、ジャズバンドのメンバーであった。そのバンドメンバーとして、妹の小雪、 吉沢などの名前が浮かんでくる。轟警部の捜査が続く中、写真館の主人、本庄、バンドメンバーの吉沢などが殺されていく。自分に調査を依頼していた本庄の死を聞いた金大一は呆然とする。写真館で下働きをしていた木太郎の協力のもとに金大一は調査を行っていく。そこで浮かんできたのは、 昔ながらの風習と人の業によって苦しめられた様々な人たちの悲しい人生であった。殺された方言家の娘、ゆかりと山内俊夫の妹、小雪が売り二つというトリックや、その二人の出生の秘密などの謎が絡み合い、物語は悲劇的結末へと向かっていく。基本的に原作前半部の要素のみから独自に展開させて物語を構成しており、 後半部の内容は、前半部から持ち越した謎の解明、小雪が終盤で語る兄弟の幼児の生活、特米殺害未遂の手法や未遂になった理由が、原作の直吉と同じであること、吉沢が殺害され、茂が関わっていること、特米が語る事業拡大計画が、原作の本場会館に似ていることなどに限られる。原作では、死体遺棄などのみで、 殺人はしていない弥生が2名を殺害、1名も殺害しようとした。三重県伊賀市上野世田谷区岡本一丁目付近方言、ゆかりと山内小雪役は桜田淳子が一人に役で演じているが、風切り前までは小雪役は桜田に似た女優が演じているという設定でキャンペーンが行われた。桜田が出演した歌番組などでは彼女とどこが似ているかなどを語っていた。 ありがとうございます。